しい感想を許した皆様、最後に登場してどうぞ温かい拍手を送るべくご参加いただければと思います。この後15分後に表彰式を行いたいと思います。どうぞご参加ください。はい、チーズ。あと次林来たらもう一回、はい、皆さんその時もお願いします。旗あるから行こう、もう一回旗あるから、しゃがんでしゃがんで、あ、ないないない、半腰半腰、はい、行くよ、はい、チーズ。ガク、ガク、ガク、エースエース、はい、行くよ、はい、チーズ。はいはい、はい、行きます、はい、行きますよ、イエーイ、はい、行きます、はい、はい、オッケーです。皆さん、皆さん、成績が良かった皆さんはもちろん、あの、興奮さがやらぬとは思いますけれども、ただ今年振り返ってみても、新しい芽が出てきたり、ね、はい、そして本当に残念な形で、残念だったね、まあ、失敗がなかったらもしかしたらその、うん、崩れてたんじゃないかというような速さのチームもありました。はいはい、でも頑張りましたね、芽。本当ですね。でもまた来年っていうね、これがちょっとまた。でも、ただもさんね、ゴロアイドさんね、ゴロアイドさん、すごいですよ。あの2連覇来たのは今まで一番回復の企業でも、で今回に初めて誰も思ったね、チームとしてはみんなね、あのチューニングのところも落ち着いてできたんで、バトンを変えるところも、あと個人的にはね、プリンセスホールディングサッカーで言えば、はい、でももう少し練習して来年ぐらいになったら、来年はね、また違うチームになるんで、個人個人がね、リーダーリーダーみんなだよ、良かったですよね、リーダー中心です。でこのチーム練習という意味で、横浜のホテルズグループの皆様はチーム練習しやすい環境にもしかしたら、大体のコロワイド MD チームはですね、4チーム A とか B とか C とか D とか分けてますから、またこの辺もですね、そうですね、なんかでもほら違うお店の子たちでうまく新人研修っていうか、はいはい、ね、あのチームワークを良くするっていう意味で組んでるみたいですが、来年あたりまたね、どういう組み方してくるか、あ、面白いですね。強くもさんの収録でしたね、喋っちゃってごめんなさいね、ウンターコンもすごかったですね、ウンターコンね、本当に良かった、どこも赤いね、そうですね、鉢巻きがいきます、チームアクションとかあげたいね、はい、チーズ、もう一回、だから会長あれですよ、このファッションファッションショーかな、はい、ファッション、あのコスプレとかな、なんか、ね、なんかこういろんなのまたね、ちょっと来年いろいろね、はい、考えてね、そう、ショーを増やしてね、はい、そうですね、はい、っていうのも面白いかもしれませんね、まあ、何がともあれ、このご協力いただきました企業の皆様によりまして、10秒ぐらいやった、10秒だもん、すいません、失礼します、失礼します、
手を挙げていただければそっち向きます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。来年は優勝します。頑張ります。ありがとうございました。ホテルにも遊びに来てください。盛り上がるかもしれない。ありがとうございます。